あの大人気中学生グループ YouTuber ちょんまげ小僧さんたちがね、あの昨日だか一昨日だかチャンネルをね突如削除してすごい話題になってたんですよ。でもなんかあのすぐね次の日にあのなんか復活して、あの復活しましたすいませんでしたみたいな、間違えて削除しちゃいましたみたいなことを言って、まあそれでまあ事なきを得たみたいな感じにねなってるんですけど、あのこの件に関してね、ちょっとあのまあ僕さ何ヶ月か前にさちょんまげ小僧に関する考察動画出したじゃん。ちょんまげ小僧の10年後みたいな、絶対こいつらは10年後、まあ何年後でもいいや、まあ近い将来絶対あの解散して、まあ、すぐオワコンになってると、まあ、絶対このねグループ内の温度差というか、あのなんかおかしいじゃん、なんか一人なんか浮いてるやついるじゃん、イソギンチャクっていう結構俺が好きなね、なかなか面白いやつがいるんだけど、なんかそのグループ内の温度差というかテンションの差というか空気感の差で絶対分裂してって、あの最終的にあのもう誰もいなくなるみたいな、まあ、だからもうあのオワコンになりますよみたいなことをね動画を出したと思うんだけど、あの今回のこのね、あのチャンネルを間違って削除してしまいましたっていうこのまあ騒動というか、この一件あのまさにねそのオワコン化の前兆だなってね俺の中では思ってるの。あのこれねなんかみんな間違って消しちゃったんだ、なんだお茶目だな、ナマズくんはみたいな、よかったみたいな感じでね、あのキッズたちはねなんかあの普通にコメントとかいっぱい書いてんだけど、ちなみにあのそのチャンネル削除してしまいましたっていう報告動画23万再生されてて500件600件くらいしかねコメント来てない。意外とコメント少ないんだなっていう、結構チャンネルが消えちゃったってさ結構ねあの大事じゃん、にもかかわらず600件くらいかみたいな。だからもうすでにねちょっとオワコン化のね兆しはあるんだけど、これねあの何が俺がね引っかかったかっていうと、まずあの間違ってチャンネルを削除しちゃったってね言うんですよ。このチャンネルのまあ責任者というか一番のリーダーみたいなナマズくんっていうものすごい優秀なね子がいるんですけど、その子がね多分ほとんど全部編集とか動画投稿の作業とかやってて、多分パソコンなのか分かんないけど、まあすごいあの年の割には中学1年生2年生の割にはものすごい優秀な子だと思うんですけど、その子が間違って、このチャンネル小僧ちょんまげ小僧のチャンネルと、ナマズくん本人の個人チャンネルと、イソギンチャクくんっていう子がいるんだけど、さっき言ったなかなかつわもののやばいやつがいるんだけど、イソギンチャクくんの、個人チャンネル計3つのチャンネルを間違って消しちゃいましたと言うんですね。ただこれね YouTube やってる人とかチャンネル作ったことある人とかだったら分かると思うんですけど、 YouTube のチャンネルを間違って消すなんてありえないんですよ。ほぼほぼ手が滑って消しちゃったとかそんなんじゃ消えないんです、うん、あのまあ実際画面見せるとちょっと俺もねちょっと中の情報見えちゃうからあれだけど、俺もねさっき確認したんだけど、チャンネルを消す時はね、もう何重もの審査というか、あのまず設定画面からチャンネルを削除するっていうボタンをクリックして、その後メールアドレスとパスワードを入れて、さらにその後もう一回またメールアドレスを入れて、さらにその後本当にいいですかみたいなチェックをしてみたいな、何重ものそのチェックをね通らないと消えないのよチャンネルって基本的に。そりゃそうでしょ、ね、大事に育てたチャンネルがそんな1クリック2クリックで消えるような仕様になってたらもう地獄じゃんそんな。だからありえないのね俺の中では、間違ってね誤ってうっかり消しちゃいましたっていうの。だから俺はね正直これ俺の考察だけど、まあ中学生の子たちにねイチャモンつけるというかそういうなんかね疑惑をつけるのはあんまちょっと俺も心苦しいからあんまり言いたくないけど、これね嘘ついてると思うんだよね俺は、うん、だっていやさすがに中学1年生2年生のまあまだ子供とはいえど間違ってチャンネルは消さないだろうっていう、しかもナマズくんってさっきも言ったけどめちゃくちゃ優秀な子ですよ本当。あのね この年でねこんだけチャンネルを伸ばせるというか、まあ運の部分はあったと思うよ、 TikTok ですごいバズったとかそういう運の要素はあったと思うけど、編集のセンスというか編集のクオリティとかすごい高いし、まあめちゃくちゃ優秀だと思うんです。あのヘズマ流にちょっと前にさ突撃されてたんだよ、いきなりそのナマズくんがあの学校の帰り道でね、その時の対応とか見てもものすごい大人で
あ、すいません、ちょっとあの、ね、申し訳ないんで、あの受け取れないですみたいな、なんかヘズマリュウがメントスコーラやってみたいなこと言うんだけど、あ、すいません、ちょっと受け取れないですみたいな、もう何もあの動じることなくね、もう下から下からすごい謙虚にね、あの対応して、あ、こいつ多分相当人間としてもできるやつだなって俺思ったの、このナマズ君って子、うん、その子がいや間違って消さないだろうっていうね、だからあの絶対何かしらの理由があって、まあ喧嘩なのかな、喧嘩というか分裂というか、もうやめるみたいな感じで誰かが言い出したのか分かんないけど、何かがあって俺は消したんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。だっていやいや間違って消すなんてないからさ、何をどう間違えたら消すんだよって話じゃん、ね、寝ぼけて何薬でも決めて何、ね、錯乱状態でやったのかお前、それでも何飼ってる猫とか犬がポチポチってなんか、ね、天才すぎるだろお前それ、ね、やってったのか知らないけど、うん、でまあ、あとしかもちょっと謎なのが、ちょんまげ小僧のチャンネルとナマズくんの個人チャンネルとイソギンチャクくんの個人チャンネル、この3つだけなんですよね、消えてるのは。うん、他にもあの他のメンバーもそれぞれね、各自一つずつ個人チャンネル持ってんだよね。ただなんかあれ、なんか一人だけ持ってないやついるな、多分あのちょんまげ小僧ってやつだけ持ってないわ、多分 YouTube のチャンネル、多分ちょんまげ小僧っていう名前のチャンネルなのに、あのちょんまげ小僧だけ個人チャンネル持ってない、あ、そういうことか、あ、いや一応ちょんまげ小僧の個人チャンネルはこの150万人いる一番のメインの、これが一応あのお前のあれってことか個人チャンネルというか、もうなんかもう個人じゃないけどね、まあそういうことなのかな、わかんないけど、まあでもまあそれぞれ一人ずつ持ってるわけですよ、チャンネルを。でもナマズとイソギンチャクくんのチャンネルしか消えなかったってことなんですね。うん、そこもちょっとなんかね引っかかるというかね、どういう管理をしてるのかわかんないですよ。あのYouTube って一つの Google アカウントで最大100個までチャンネル作れるんで、例えばじゃあナマズくんが、ナマズくんの Google アカウントで、ちょんまげ小僧のチャンネルと、ナマズくん本人の個人チャンネルと、あとはイソギンチャクくんのチャンネルを、まあ、管理してあげてましたと、うん、いうことだったら、まあ、ナマズくん本人がその3つの、チャンネルを自分の、まあ、パソコンとかスマホからいじれるから消えちゃったとか、そういうふうには考えられるし、まあ、他のその右足とかひき肉とかパンダとかのね、そういうやつらはあのそれぞれ個人で自分たちで管理してたから、だからそいつらのチャンネルは消えなかったとか、まあいろいろ考えられはするんだけど、ただなんかちょっとね、おー、なんか引っかかるんだよな。消えるんだったら全部消えるだろうっていう、うん、なんでイソギンチャクとナマズだけなんだっていう、お前ら二人何かあったんじゃないかっていう、うん、ほんとね、これワンピース考察並みにね、結構ね、闇が深いというかね、ほんとあの考察しがいのあるね現象なんですよ。うん、ほんとこれはちょっとね、なんかのんきにね、ほんとコメント欄とかでね、よかったとか言ってるやつら多いけど、いやそんなあのね、生ぬるいよかったとかね、あの平和なね、結末で終わらせていいもんじゃないと思ってるから、俺、うん、だってね、3日前にこれ多分案件の動画だよね、スマホデビュー1年生イソギンチャクが Google ピクセルと遊んでみたら機能がやばすぎたみたいな、まあ、Google Pixel の案件動画を3日前に出してたわけですよ。うん、にもかかわらず、ね、消したと、チャンネルを。うん、で、これってね、完全に昔の俺と一緒なんだよ。これね、僕のチャンネルを結構6年前とか7年くらい前から、6年前くらいか、見てる人じゃないと分かんないんだけど、僕、全くこれと同じことやったんで、実は。ちょんまげ小僧と、ね、全く同じことやったの、うん、チャンネルをね削除してっていう案件の動画を出した次の日ぐらいに、ちょっといろいろあってね、その理由は墓場まで持っていくんだけど、ちょっといろいろあってね、もう衝動的にねチャンネルを削除したことがあったんですよ。だから僕の今のチャンネル名って捨て上げチャンネル2代目っていう名前なんだけど、だから初代捨て上げチャンネルがあったわけですよ、僕のねチャンネルには。けどそれを消して、まあ、消しちゃって、で僕はね残念ながらね復帰はできなかったんですね。まあそのできなかった理由ってのも分かるし、なんで彼らちょんまげ小僧たちができてるかってのも分かるんだけど、まあそれは別に今は割愛します。別にちょんまげ小僧が優遇されてるとかそういうわけじゃないと思う。俺のそのアカウントは復旧できない
アカウントだったっていう、そのね、ブランドアカウントと Google アカウントって、まあ、ちょっといろいろあるんだけど、それは今どうでもいい、あの説明だから省くけど、まあ俺は復旧できなくて、で、あの今のこの捨てハゲチャンネル2代目、これはもともと捨てハゲゲームズっていう、もうあの登録者で、ね、1000人とかで2000人くらいしかいなかった俺の、まあ、ゲームチャンネルみたいな、サブチャンネルみたいな感じだったんですよね、俺は。うん、それは残ってたから、そっちをまあ、メインチャンネルにしたと、うん、ので、そういう歴史があるんですね。ちなみにスターゲームズに関してはまた新しく作って、俺今そっちの方でね、いろいろやってはいるんだけど、まあそれはまあ気になる人だけ見てください。うん、でまあ全く同じなんですよね、僕の過去と、うん、でね、ほんと被るんだけど、ね、絶対俺分かる、同じことやったから分かるんだけど、これね、絶対ね、何かメンタル的に衝動的になんかね、絶対いざこざがあったと思うんだよ、本当に。うん、言ったじゃん俺ね、前出したね、ちょんまげ小僧の10年後って動画でさ、絶対分裂すると、何ね、それは中学生、多感な時期の中学生がね、5人6人集まって、これだけ何百万人ものね、人たちに注目されて、で何、ソフトバンクの CM とか出たり、ヒカキンとコラボしたり、もうものすごい人気なわけですよ。うん、でもね、学校とかではもう知らない人なんていないわけでしょ。学校とかに行ったらもう大スターでしょ、おそらく。うん、そんな子たちがね、何も起きないわけがないと、男6人集まって。だから絶対ね、こんなね、子供のね、お遊びの延長上で、まあ分かんないですよ、ナマズ君はめちゃくちゃ優秀だから、ね、最初から全部計算してやってるのかも分かんないけど、まあでも少なからず他のなんかイソギンチャクとかね、そういうやつらはね、結構まあ何も考えてないだろう、あいつはどうせ。うん、だからそういうなんかね、たまたまちょっとなんか友達のね、遊びの延長線上で受けちゃったみたいなやつらはね、絶対大人のね、そういう案件とか、ね、そういうお金とか絡んできたら揉めると、うん、いうのでね、僕が言った通りにね、なってると思うんですよね。うん、というか何度も言うけど、これこのちょんまげ小僧っていうチャンネルはね、俺、これ僕の感覚ね、感想なんだけど、まあそのリーダーというか、まあね、すごい優秀なナマズくんと、あとそのイソギンチャクくんね、うん、この2人で正直言うと成り立ってるチャンネルだと僕は思ってます。で、ちなみにこのチャンネルを削除してしまいましたっていうその報告動画に出てるのもこの2人だけなんですよね。まあ緊急で動画撮ったからなのか分かんないけど、うん、まあ、まあ2人しか出てないですよね。それもなんかちょっとうんって、まあこれは緊急で撮ったからなのかもしれないけど、ただ個人的に俺はこのナマズくん、ものすごく優秀な編集とか動画投稿のね、知識とか、ものすごく裏方としてもものすごく優秀なナマズくんと、あとは演者としてね、唯一無二のね、結構ね、クレイジーなね、このキャラクターのね、イソギンチャクくん、うん、まあおかしいんですよ、イソギンチャクくんって。結構いい意味でね、俺は好きなんだけど、この2人さえいれば別に他のやつらはね、誰でもいい気がするんだよ。ちょっと申し訳ないけど、別にディスってるわけじゃないよ、俺好きだよ、ちょんまげことは好きなんだけど、結局ヒルクですとか言う、ね、いいんじゃないあいつ、彼はもちろんその引き肉のおかげでこれだけバズったっていうのはあるんだけど、結局引き肉だけなんだよね。うん、もう出落ちというか、その完全に名前負けしてるというか、ヒグレース以外に、まあ、正直言うとちょっとね、インパクトがないんだよな。別にそんな、ね、そこらの中学生にね、そんなね、大層なもんを求めるなって話なんだけど、ただね、ちょっとね、なんつうの、イメージが先行しすぎてるというか、ちょっとヒグレースのね、インパクトが強すぎて、それ以外、別になんつうのかな、うん、特になんか、語るものがないというか、うん、で他の子たちもそうなんだよね。ちょんまげ小僧くん、ちょんまげ小僧っていうチャンネルの、まあ、由来というか、まあ、一番のなんつうのかな、まあ、一番リーダー的存在に見えるそのちょんまげ小僧くんもうなんか一番名前が売れてるはずなのに、なんかちょっとなんか、うん、ね、イソギンチャクとかそっちの方が目立ってるみたいな。うん、であとはまあね、パンダくんとか右足くんとかいろいろいいんだけど、まあ彼らもね、いいキャラしてんだけどね、かわいかったりかっこよかったりね、結構いいキャラしてんだけど、
まあ別になんつうのかな、会話聞くなみたいな、うん、ね、まあ、ごめんね、あの見てるやろ絶対、もう見てるやろお前は右足見てんだろ絶対、まあ、あのディスってるわけじゃねえからね、あのね気に留めないでくれ。ただね、ほんとナマズと急ぎん着の本当あのワンマンチームツーマンチームだと思うんだよ。だからね、もしかしたらこの2人の中で何かあったのかもね、うん、あのおいそうちょっと話なんだけどさみたいな、うん、あの俺ら以外いらなくねみたいなそういう話があったのかもね。なんであいつらにまで収益渡さなきゃいけないんだよみたいな、まあ、収益化してるのか知らないけど、まあ、案件の企業案件のな収益とかあったわけでしょ。なんであいつらに金分けなきゃいけないんだよなみたいな、まあ、そういうなんかね、あの葛藤があったのかもね。絶対ね、そんな中学生とかでね、ソフトバンクとかで、ね、そんなあの Google ピクセルの案件なんか受けようもんならとんでもない大金ですよ中学生からしたらとんでもない金額だよ、うん、だからなんかあったのかもね、うん、だからそのもう俺たちだけもう消えちまおうぜみたいな、うん、あとはもうあいつらだけ、ね、勝手にやらせて、うん、地獄見させてやるやみたいな感じで、ナマズとイソギンチャクのチャンネルだけ消えてみたいな。でも冷静になって考えた時に、いや、やっぱりちょっとまずかったんじゃないかみたいな、うん、思って血迷ってまた復旧したみたいな、もう完全に俺のね6年前と一緒なんです本当に、うん、もう衝動的になってね消すことがあるんですよ、やっぱ天才ってのは。やっぱ俺とナマズくんって似てんじゃん、うん、あのね、若い頃から、俺も中学の頃からさ、ニコニコ動画にさ、あのマッド動画とか出してたりさ、本当あの小さい頃から中学とか高校の頃からね、地元の友達とかをこうやってビデオカメラで映して、あのそういうなんかビデオみたいなの撮ってね、であの限定公開だけど、あの URL 知ってる人しか見れないけど、あのその YouTube にね動画上げてみんなで身内だけで楽しむみたいな、そういうことやってたのね本当。だから似てんの俺本当に、このちょんまげ小僧のナマズくんと俺って。だから分かるんだよね、なんとなく感覚が、うん、そうやっぱ天才にしかね分からないね、この感覚みたいなあったんだろうね。だからねえ、イソギンチャクくんもね、別にこれあの変な意味じゃなくて、結構なんていうのかな、異質じゃん。イソギンチャクだけちょっとなんていうのかな、いい意味で浮いてるじゃん。なんか毛色違うじゃん、イソギンチャクだけ。なんかちょっとあの別の世界住んでるなみたいな、何考えてんのみたいな。イソギンチャクをいじって成り立つみたいな部分はあるじゃん、このちょんまげ小僧っていうチャンネルは。うん、だからなんていうのかな、前の動画でも言ったんだけどね、そのだんだんと中学2年3年くらいになってくると、こう陰キャと陽キャのなんかこうなんか差別化というかね、住み分けみたいなのがね顕著になってくるんですよね。中学1年生の頃って別に地味なやつでもなんかイケてないやつでもイケてるやつらと一緒になってこうね遊んだりとか、うん、結構仲良くしたりっていうのはあるんだけど、中2の終わり頃、いや中3ぐらいからなんかちょっとね、あの住み分けが始まるんだよね。陽キャ側、ドキュンとかリア充とか陽キャ側のやつらが陰キャ側のやつらに対して、なんかこいつらダサくねみたいな、いやなんかちょっと絡みたくねえわみたいな感じで、なんかちょっと距離を置き始めるのね、陽キャ側のやつらが。だからそれと同じような現象が徐々にこのちょんまげ小僧のグループ内でも起きつつあると俺は勝手に思ってる。あのそんな詳しくないから勝手な偏見は入ってると思うけど、完全にイソギンチャクだけね、なんかもう、なんか違うんだよね。でナマズもまあ、ナマズはまあでもね、うん、まあどっちとも仲良くできるタイプかな。うん、あのそうこんだけスマホとか編集技術とかにも詳しいから、相当こうなんつうのかな、あのオタク系の趣味とかも結構あるんだろうけど、でもあの陽キャ側とも仲良くなれる的な、うん、けどなんかそのね、パンダくんとかね、ひき肉とかね、右足とか、あの、まあ、ちょんまげこととかは結構陽キャ側だと思うんだよ。だからあのそういうグループって絶対ね、あのなんつうのかな、分裂するというかね、絶対イソギンチャクだけね、なんかちょっとあの孤立していくというかね、なんか絶対あの、うん、徐々にね、みんなフェードアウトしていくと思うんだよ。なんか YouTube なんかダサくねみたいな感じにね。だってこいつらバスケ部なんだろ、ほとんど分かんないけど、バスケ部なんてもうね、
あの中1とかの頃はまあいいよ、中3とかになってみよう、もうね、もうあのやりまくりですよ、めちゃくちゃな、もうね、あのね、リア充のね、ドキュンのね、やりちんになってね、もうね、YouTube 喫書みたいな感じになるよ、絶対。そうなった時に、あのね、陰キャ側、陰キャ側って言ったら失礼かもしれないけど、イソギンチャク君と、まあ、どっちの橋渡しにもなれるナマズ君だけが2人残って、もうなんか、うん、もうバーサーカーするみたいな、バーサーカー化して、ボートとかしてね、もうあの、なんか、地ならしを起こしてね、もうとんでもないことが起きるんじゃないかっていう。その前兆が今この2人しかね出てないこのチャンネル削除してしまいましたって動画だと思う。これが伏線だと絶対俺が言う通りになる。絶対にあの、うん、だ絶対5年後10年後わかんないけど近い将来絶対あのメンバーねガラッと変わるか、まあ、めちゃくちゃ減ってるからそういうもんなんで、うんね、だから本当中学とか高校とかのね、そのなんつうのか、陽キャとかスクールカーストとかそういうのって結構ね、あの一気にね、1年2年でガラッとね、あの本当顕著に現れてくるから気をつけた方がいいよ。今は仲良くてもね、本当中学生とかってね、うん、いきなり来るんだよ。なんかダサくねみたいな、あいつらとつるみたくなくねみたいな。気をつけた方がいいよ。ごめんね、勝手にね、こんな大人がね、あの気持ち悪い推察してね、勝手に決めつけてね、言ってて申し訳ないけど、でもあの、君たちがずっと仲良しなままでいれるなら、それはそれで越したことないし、僕もそれが ね一番の願いなんで、あの仲良くいれるなら、本当それがいいです。ただ別に、あの、YouTube なんてね、やらなくていいんで別に、君たちにはまだまだ将来なんてね、山ほど、ね、可能性は残されてるんで、あの別にこれは遊びだと思って、適当な頃合いでやめて、別にね、なんか分裂とかね、そんな、まあ、ね、したとしても、まあ、裏ではまあ仲良くしたりとか、まあ、してくれればね、あの嬉しいんでね、あのどうかなんか、まあ、あのまあ先輩じゃん、俺も似たような経験あるしさ、本当チャンネル消しちゃったことあるし、先輩だから悩んでることあったらさ、あのヒカキン通じて、かけてこいよ、何でも、ね、乗ってやっからさ、ということで、おお、こんなチビどもの、ね、話で21分俺大ファンじゃん、信者やん、ちょんまげ小僧というか、チンゲ小僧じゃん。